日本近代洋画の父、黒田清輝。パリと日本で活躍した明治時代の画家です。しかし黒田の人生は、パリ万博に出品したこの裸体の婦人像で大きなスキャンダルを巻き起こします。そしてそのスキャンダルは日本の美術を大きく変革していくことになるのです。一体彼の絵にはどのような人生が隠れているのでしょうか。演じて振り返ってみます。黒田は裕福な家庭で生まれ育ちました。そして1884年、彼は法律を学ぶためにフランスへ行きます。しかしあろうことか、彼が見せられたのは絵画だったのです。1886年、彼は日本人の集会で画家の山本芳水、藤正三、浮世絵をヨーロッパへ広めた林忠政に出会い、画家を勧められます。その後すぐにルイス・ジョセフ・ラファエル・コランに弟子入りをします。ここから黒田の画家としてのキャリアがスタートします。黒田はコランの指導のもと、毎日ルーブル美術館で彫刻をデッサンしました。その修行中に彼の裸に対する美学が出来上がってきます。パリでの生活の後、黒田はグレシュア・ロワングの町に移り住みました。そこで後の彼女となるマリアをモデルに描き始めます。その後マリアの読書の風景を描いた読書がサロンで入賞をしたり、女性の朝の身支度を描いた超生姜芸術アカデミーで賞賛されました。パリでの大成功の後、黒田は帰国を決意します。9年間のフランス生活で身も心もフランス人になりかけていた黒田は、日本らしさを求めて京都に滞在します。そこで初めて出会った舞妓の美しさに彼は息を呑んだと伝えられています。黒田は舞妓を、触ったら壊れてしまいそうな綺麗な鳥で不思議な人間と形容し、その瞬間をスケッチしています。そしてその作品を日本でのデビュー作としました。1990年、彼は2つの絵を日本の展覧会に出展します。1点目は彼の妻を描いた湖畔、これは大好評となり彼の代表作となりました。一方でこちらの絵は女性の裸を描いた卑猥な絵として大きな批判を集めました。しかし同じ絵をパリ万博に出したところ、この絵は銀賞を受賞してしまうのです。そう、黒田が裸体画に抵抗のある日本においてこの作品を展示した本当の意味は、世界を見てきた黒田の日本の美学に対する挑戦でもあったのです。模範から地感情の作成まで何があったのでしょうか。1987年の夏、黒田は妻の照子を連れて暑さを避けるために箱根の湖畔へと足を運びました。そこで自然の美しさと照子の自然体の魅力に惹かれ、照子にポーズを取らせ絵を描きました。地感情では、黒田は女性の自然のままの姿である裸体像を描きました。
この女性のテーマは知、海外における理想主義を象徴しています。続いての女性のテーマは感、印象主義を象徴しています。最後の女性のテーマは情、写実主義を象徴しています。この黒田の裸体に対する美学は日本では受け入れられず、結果として下半身に布がかけられる形で展示されました。しかし黒田はこんな名言を残しています。いつまでも骨なし人間ばかりを描いて、いつまで美術国と言えるのかと。あなたはこの作品が服を着た状態で再現されたのを見て何を感じたでしょうか。